皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。今後ですね、四つ這いでの猫背改善につながるエクササイズというのをいくつか紹介していこうと思うんですけれども、手の指先をですね、あまり使えてないなという方が結構多くね、いらっしゃいますので、四つ這いのエクササイズをしていく前の準備体操としてですね、手首とこの指先を使っていくようなワークを紹介しようと思いますので、ぜひ皆さんもね、動画を見ながらやってみてください。そしてですね、今日は久々にアシスタントを呼んでおりますのでご紹介いたします。お願いします。アシスタントの木下です。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いいたします。ではまず四つ這いポジションから取っていきますので、一番四つ這いを取ります。膝は股関節の直下で、手の位置は肩の直下に置くようにしてください。もうちょっと足が後ろかな。OK です。でこの状態で手をね、確認してみると、こうやって浮き指の状態ですね。手のこっちの手首に近いところで支えていて、指先にはあんまり体重がかかってないような状態になってますね。 OK。 そしたらですね、まずこの辺を、この指先をしっかりと使えるようにしていくようなストレッチワークアウトっていうのをやっていきますので、まず右手を中指が真後ろを振るような状態ですね。で手のひらベターとつけて、これ肘から先の前ですね、ここが伸びるようにぐーっと後ろにまっすぐ体重をかけていきましょう。そう、ここが離れないぐらいで結構です。ゆっくり10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 したらゆっくり体重を戻して手のひらを戻します。今度手のひら左側返して、こうではゆっくりと後ろに、ここが伸びるのを感じてください。ゆっくり10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 重心を前に戻してから手首を入れます。そしたら今度両方一緒に行きましょうか。中指が真後ろに行きましょう。ではゆっくり後ろに体重をかけて、ゆっくり10秒カウントしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。ではゆっくりと手を戻して、今度は手の甲側を床につけましょうか。そう、手の甲側をつけて、同じように重心の後ろ、体まっすぐに、体まっすぐ後ろに。この時肘がね、曲がりやすいので、しっかり伸ばした状態で後ろに下げていきましょう。あと5秒。5、4、3、2、1。はい、 OK。 いいですよ。では右手、手のひら、今度は左手反対側ですね。しっかりと肘を伸ばして重心を後ろに下げておきましょう。手のひらを楽にしてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 左手戻して、はい、 OK。 そしたら今度両手で一緒にいきましょう。体にね、近いところで OK です。でここで手を付けます。結構この体に遠いポジションでやるとここしんどかったりするので、少し体にね、近づけて意識してもらうと楽だと思います。 OK。 あと10秒。9、8、7、肘伸ばして、5、4、3、2、1。はい、 OK です。楽にしましょう。そして一回手ぶらぶらっとしてもらって、普段ね、動かさないところを動かしてるので、だいぶね、動き変わってきてるかなと思います。そしたら今度は指先ですね。ではですね、この正座ポジションから、まず右手をこの足のちょうど前の真ん中ぐらいにつけてもらったら、親指を手前にぐーっと引きながら上に持ち上げてみましょう。このね、エラが伸びるように手前に引いてから持ち上げる。そう、これもだいたい10秒間。あと5秒。4、3、2、1。
はい、OK です。今度人差し指をぐーっと持ち上げてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 指の腹に軽く支えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 今度薬指でね、ぐーっと持ち上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 今度小指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 したら今度反対の手いきましょう。つけて親指をまず手前に引いてから持ち上げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 今度人差し指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 中指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。小指いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。一回体を起こしてもらって次の説明しますね。今度またちょっと四つ這いポジションから、今度はですね、ここの手のひらは浮かせて指でしっかりと支えていくような練習ですね。こういう感じで、親指は床面につかないように上げておくようにしてください。はい、では行きましょう。そう、指はしっかりと上げておく。指先ね、ここ床面しっかり押します。小指を10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。そしたら今度は手をね、指の腹でこういう感じでつけて支えてみましょうか。同じく4倍、指の腹だけに支える。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 一回なってみましょう。そしたら今度はこの状態からまずは左右に重心を移動してみましょう。四つ這いポジションで右の腹、ここベタッとこちらに落ちながら左右に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 一回手のひらについて手のひらを下ろして、今度はこの状態で前後に重心ですね。これも10回やっていきましょう。はい、お願いします。1、2、3、4、5、しっかりと指先で4、5、6、7、8、9、10。 OK、 これでグーパーグーパーグーパーにしましょう。ラストはここで支えたら円を描きながら5周、これラストにします。次に行きましょう。円を描く、1、2、3、4、5、行きます。1、2、3、4、ラスト5。はい、 OK です。はい、一回グーパーグーパーして手楽にして、ね、普段使ってないところでね。さあ、ちょっとね、後ろ下がってもらったら、では最終チェックです。四つ這いを取ってみましょう。お、だいぶさっきより指先いいんじゃないですか。うん、
まだね、ちょっと浮き指感あるけれど、さっきよりかは支えられてるかな。じゃあ重心ちょっと前後に体重かけた時の指での支え感ってどうですかね。うん、指の力がしっかり。うん、なんか手首だけじゃなくて指でもしっかり支えてる。全体でね、支えられてる感じがだいぶありますね。まだちょっとね、少し指の支えとしては不十分だったり、親指がね、まだこういう風に、ちょっともう一回つけてもらうと、この指の腹つより側面がね、メインでついてたりもするので、もう少しね、親指がしっかりと支えられるようになってくると、随分変わってくるかなと思うんだけれども、だいぶ変化してるんじゃないかなと思います。はい、OK です。じゃあちゃんとね、体を起こしてもらって。今日はですね、四つ倍でエクササイズをしていく前の準備体操として手首と指先のウォーミングアップですね。でも今日はチャンに協力していただいて実施をしてみました。皆さんいかがだったでしょうかね。実際に自分でやってみると意外とね、指先使えてないんだなっていうのがね、分かった方も多くいらっしゃると思いますし、四つ倍で支えた時にですね、指先が使えるようになった時のこの手のね、吸着感とか密着してる気持ちよさなんていうのも感じられた方多いと思います。ぜひ四つ倍のエクササイズをする前にですね、ぜひ指先の動きでもやってみていただければと思います。今日の動画が参考になったようで、またぜひ高評価ボタン、そしてご自宅で簡単にできるようなオンラインのトレーニングルームにですね、みんなで集って楽しくワーワー運動しよう、健康になろうみたいな企画を実施しておりますので、下の概要欄からですね、フルボディワークアウトオンラインをチェックしていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネルありがとうございました。それではまた、またねー。